久保です、今回ですね西アークラストの山根さんから介護についての動画が送られてきました。タイトルはですね役者になれということでしたね。まあ役者になりながら介護の世界をね渡っていこうという概要なんですけども、私にもねこういう覚えがあるんですよ。私も介護職13年ねヘルパー業務をやっていまして、介護事業所ですかね、所属したりとか、あと施設介護に入ったり、それから訪問介護ってなってたんですよ。今日はね訪問介護のことちょっとお話ししましょうか。脇ありの利用者さんで、いわゆるね入れ墨が背中一面にある職業の方の介護をしたことがあります。こんなこと言っていいのかどうか分かりませんけどね。でその時に私がどんな役者になったかってことですけども、当時35歳かそのぐらいだったと思うんですけど、ちょっと年齢は詳しく覚えてないんですけども、まあ一番最初訪問介護の同行ということで、まあ先輩の社員の方がいらっしゃってお引き合わせいただいて、そしたらねそのご利用いただいた利用者さんの方50代ぐらいだったと思うんですけども、まあ後から分かったのは、まあある反社会勢力に属していて、そこをまあね訳ありで出ることになって、それからちょっと寂しい人生と、あとは体不自由になって介護の世界に入っちゃったってことだったんですけども、まあその時にね二人きりの介護が始まった時に、私ねこういうふうに言ったことがあるんですよ。なんとかさんって名前を呼ぶんですけどね、なんとかさんと、こうこうこうでいいですかとか、ああですかとかって語りかけたんですけども、その方はですねザックバランに、俺はね男に面倒見てもらいたかったんで本当気持ちがいいよと、これからはもっとザックバランにね何々さんじゃなくって俺のことね兄貴だと思って呼んでくれねえかって言うから、わかりました、じゃあ兄貴ですかっつったら、おーいいねいいねって感じになったんですよ。これがだからね仕事として客観的に許されるのかどうかってことなんですけども、お二人きりの時はねそういう風に呼ばせていただいて、本当に舎弟と兄貴みたいな関係でこう気持ちをねすごく上げてもらったのかなと、これ勝手にやってるかどうか分かりませんけども、こういうことはありましたね。だからこれはね他の人がいるところではそういうことはやらなかったんですけども、まあ二人の時はそういうふうなことをしてね、そういうふうな声のかけ方も介護なのかなとかね、その人の気持ちを尊重して一番ねいい状態にしてあげるのが介護なのかなと思ったんですよ。でそういうことをやり取りを続けていたら、もう後日談なんですけども、私がその方の介護に入らずに他の方がねヘルプで入った時は妙に機嫌が悪いんだっていうことで、久保さんどんな介護をしてるんですかっていうふうにね聞かれたことがあったんですよ。で私はちょっと答えられなかったんで、まあ男同士で気が合うんじゃないですかみたいなことを言ってたんですけども、もしねこういうふうな特別扱いが許されるんだったら、それはね利用者さんのためなんでギリギリまでした方がいいんじゃないかなって感じることがありました。でもう一つの例なんですけども、まあちっちゃい女の子をね預かったことが私も何回もあるんですけども、小学校6年生ぐらいの女の子を預かった時にはやっぱりねこれはちょっと私の口から言いにくいんですけども、その子はスマップが好きだったんですよね。でスマップ のメンバーが来たっていう風にお母さんから紹介を受けて、で僕はその時ね私はねスマップのメンバーになりきってヘイって感じでね、まあ何やったか忘れましたけど、行ったわけですよ。そしたら、わ、スマップが来たって言ってね、私スマップのメンバー誰も知らないんで、キムタクぐらいしか分かんなかったんですけど、キムタクには見えねえだろうと思ったんでね、とりあえずまあ、スマップだよっていうふうにね、そしたらスマップのお兄ちゃんっていうふうに呼んでくれたんですよ。当時それも34歳かそこらだったと思いますけどね。そういうふうにして、お母さんも今日はスマップくんが来るよとか言ってくれて、そしたら、その子はね自閉症だったんですけども、私が行く30分ぐらい前にはすごいおめかししたりとか、ものすごくねときめいて待っててくれたそうなんですよ。で当然介護もうまくいきますよね。でその子はスマップのお兄ちゃんって呼んでくれたりね。で私はですねスマップが来たよっていう風にして、まあ一人称ねいつもスマップスマップっていう風に言ってたんですよ。まあそういう風にするぐらいならやっぱいいのかなと思っちゃいましたね。まあ当然ですけど動きもちょっとダンサーっぽくとか歌うように話すとかっていう風な演技が入ってました。まあ傍から見たらねふざけてるように見えたかもしれませんよね。今回のね動画で言いたかったのは、やっぱ特別扱いは良くないっていう風なことをねよく言われる方がいますけども、私はね100人いたら100種類の特別扱いを一人一人にすれば、これは新しい形の平等なんではないかなと思って、そういう風にすることにしてるんですよ。そうなんですよね。100人に一律の同じことをするのが平等なのかなと、私は大いにこれはね疑問があるなと思うんですよ。背の高い人、低い人、男性、女性、対応の仕方って変わると思うんですよ。年齢によってもそうですしね、過去の経験によっても変わると思います。家族構成によっても私たちは対応を変えていかなくてはならないんですよ。それを全部が特別扱いといえば特別扱いですけども、一人一人にやっぱ寄り添っていくっていうのは、結局は A さんに対しての特別扱い、B さんに対しての特別扱いっていう、まさにね役者になりきっていくことなのかなと思うんですよ。いわゆる利用者さんが求めるヘルパーになれるかどうか、それが介護の真髄なのかなというふうに考えながらやっておりました。
以上ね、そんな話でございます。さあ、山根さんはね、どんな見解を出しているんでしょうか。動画説明欄の方から西アクラソン通信の山根さんの動画の方をご覧くださいませ。それでは、いってらっしゃい。